はい、皆さんこんにちは。みなです。たかです。エレキブログです。私たちは今日ビールを飲みに行きます。名古屋の新しいクラフトビールのお店を見つけて。珍しいよね、名古屋でクラフトビールを、しかも外国人がやっている、うん、オープンしたばかりのお店で、場所はちなみに名古屋市の笠寺観音がある、だから JR の笠寺駅とか名鉄の元笠寺駅から歩いても行けるので、はい、行きましょう。向かいたいと思います。ちなみに真っ暗ですけど、住宅街の中にあります。わからないと見つからないかもしれないけど、隠れ家的な感じだね。ここです。あ、ここで作ってんだ。だからここでクラフトビールも作りながら出してるかもしれない。行ってみましょう。おー、わお、おお、めっちゃいる。こんにちは。 This is the basically tap room。Oktoberfest. That's our traveling carny fest beer. Okay. And then in the center is our modern West Coast IPA. It's called Midnight Ride West Coast IPA. Okay. And then on the left is our toasted breakfast porter.And that's a coffee oat porter. Coffee lovers really love it. It's like a cold brew coffee, but made with beer. Okay, cool. So. One garlic brie and cheddar sandwich. Okay. And okay, then the, how about the ham and grilled cheese? Okay, do that. ここに外国人めっちゃ多い。外国人のお客さんもいっぱいいるし、まあ店員さんもちろん外国人だし。だから海外に来たみたいな感じ。ね、そうだよね。いい感じ。いい感じ。ただ安心してください、多分日本語でメニューを伝えれば。日本語書いてあるかな。書いてある。日本語ちゃんと書いてある。日本語も書いてある、ね、大丈夫。営業喋りたい人はいいかもしれない。そう、めちゃめちゃいいと思うよ。なんかでカウンターでなんか友達になれる。そうそうそう、世界一周してた時のホステルみたいな雰囲気が。でお酒ももらいました。もらいました。3種類飲み比べ。そう、説明してください。はい、さっきの話を聞きましたけど、1個目がこれが、オクトバフェストビール。おお、ドイツ。はい、ドイツビールってこと。あれ、違う、ドイツを感じることはなかった。あれ、なんかもうちょっとドイツのビールってフルーティーな感じするけど。あ、そう。でもなんか日本人に合わせてるかもね。2つ目のこのビールは IPA です。なんかすごい色が、うん、だからペールエール、イギリス風のビールだね。あ、ドイツ風、イギリス風ときましたか。うわ、めっちゃ柑橘系の香りが強い。もう全然違うね。こうやった瞬間にこう香りがふわってきて、なんかこれより海外っぽいというか、イギリスかどうかわかんないけど。でもドイツでもこういうビール全然いっぱいあると思う。だからレナでも飲みやすいって感じのビール。本当かな。だから麦しい感じじゃなくて。ああ、そういうことだ。フルーティーな感じ。あ、本当になんかめちゃめちゃいい香り。匂い嗅いでみ。本当になんかグレープフルーツみたいな感じ。柑橘系のグレープフルーツチックな香りがいいよね。あ、飲みやすいかも。そう。うん、美味しい美味しい。で、3つ目は、まあ、この色はもうやばいよね。ブラックビアだね。で、なんかコーヒーを飲むお酒が入ってるものみたいな説明された。なんかコーヒーが好きな人がこのビールがめっちゃ好きって言ってた。でもだってコーヒーの匂いするもん。本当だ、ローストした感じ。ああ、そうそう、燻製した感じはする。なんだ。何の顔ですか、社長。私もブラックコーヒーも好きじゃないし、ビールも好きじゃないから、これは最悪の組み合わせ。美味しい。あ、これはうまいかも。本当だ、コーヒービールって感じだね。これ超美味しい。名前は何だろう。コーヒービール。そう、What's the name of the beer? Roasted breakfast porter。 あ、toasted toasted breakfast porter。 ポーター。ポーターって何の意味。ビールの種類。ポーター。あ、これいいね。これなかなか日本で飲めないと思う。あ、これうまいわ。誰が朝にビールを。あ、だからドイツ人の考え方でしょ。ブレックファーストが、はい、ドイツ人はさ、朝からさ、白ソーセージと白ビールを飲むじゃん。でもこれじゃないよ。やば。あ、これいいね。このコーヒービールとさっきのイギリス君の IPA、うん、
この柑橘系のグレープフルーツの感じがめちゃくちゃ美味しい。で、多分このコーヒーとこの柑橘くんばっか飲んでるとくどくなってくるから、ここでオクトバフェスのライト系のビールがここで5種類のビールを作ってて、でプラス3種類のビールは、他の協力してるところからそういうこともらってる。うまそう。Thank you. Thank you. これがハム&チーズ。ハム&チーズ。で、これが何だったかは覚えてないけど、いただきます。チーズだよ。チーズ大量に入ってる。レナが幸せ。これをケチャップにディップして食べるのもいいかも。溶けますよ。本当に美味しい。なんかガーリックの風味めっちゃするよ。まあ、ビールに合いそうだもんね。あ、すっごい美味しい。ハーマンチーズ。すごくない？チーズの塊みたいな。タカのポテトチップスって誰も言ってないよ。最高だね。最高だね。ちょっとそっちちょうだい。あー、これも美味しい。マジでコーヒー飲んでるけど炭酸もあるからビールみたいな。タカがもう酔っ払ってなあ、もう酔っ払ってるね。あと最後こう飲むのが早いね。ドイツ人の飲むスピードと比べたら遅いよ。ドイツ人はポーストネクストドイツ人すごいよ。レナのお兄ちゃんとお父さんも飲むのめちゃくちゃ飲むからね。おじさんもめっちゃ飲むじゃん。一回クリスマスの集まりで、ウイスキーバンバン飲まされて、そうウイスキー俺も死ぬかと思ったタカが慣れてない。そうそうそう、もうドボ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 入れてきて俺死ぬかと思った本当に。ドイツ人怖えなと思ったもん。それは私の家族に入るとまずはそれはテストされるよ。やばいね、酒弱い人結婚できないじゃん。タカ合格したから大丈夫。怖いよドイツ人。タカがタップで飲んでるけど、そう、ちなみにボトルでも売ってて、見てこれ可愛いよね。ラベルがめっちゃおしゃれ。あとここにも2個あるけど、全部同じデザイナーが描いたんじゃない。これとかでもなんかテイストは似てるよね全部。そうなかなかないよね、このなんかポップな感じの、ポップデザインの TBB。 お店になんていう置いてある、並べたくていいかもね。皆さんもしどっかで TBB って見たら飲んでみてください。トールボーイズブリューイング。ここはタップルームだね。このバーな感じね。そう、バーカウンターにいい感じだよね。こうタップがあるよ。そこで生ビールのルームだよ。もう海外だよ、ここ海外。外国って感じだね。そう。だからタカはもうちょっと飲む。これが Too Hot Pale Ale で、一番最初に2020年から作ってるビールです。で、これが、そのサンタカタリーナグアワ&タンジェリーンサワーというビールで、ブラジル風のビールだけどフルーツが入ってるもので、ここの日本でこういうこのビールを作ってるのがここだけです。へえー、すごいじゃん。グアワの香りがするってこと。するらしい。あ、めっちゃフルーティー。あ、めっちゃフルーティー。めっちゃフルーティーしか言わない。使えないやつだね、食レポ。失格です。これがオリジナルってことだね。あ、そうそう、これめっちゃでもフルーティーだよ。柑橘系の酸っぱい感じの香りがするけど、あ、よりビールっていう感じがするからね。私は苦手。これの方が好きだよ。で、こっちがブラジル。それはめっちゃ美味しい。これ、ね、これビールじゃないみたい。おなんかジュースみたいな感じ。炭酸もきつくないし、これだったらレナ飲めそうだよね。タカの食レポは全然私より上手だということだったね。でもこれ本当にビールじゃないって感じがする。でも本当になんかやばくない？その5種類今飲んだでしょ、全部全然味が違う。基本的に全部日本のビールより味強い。そう、なんかムギムギ感がなくて、フレーバーとか香りがすごい強い感じですよ。それぞれ独特の香りがパンチでバコーンってくるって感じ。
日本のビールはさ、全部麦の感じがバーンってくるじゃん。いや、日本のビールは全部つまらないって感じ。いや、あれがさっぱりしてうまいよ。こういうビールは1杯飲むんだったらめっちゃ美味しいけど、10杯とか20杯飲むんだったら水みたいな日本のビールを飲めばいいんだよ。そうそうそう、ね、なんだなんだなんだドイツ人。でも確かにドイツビールはうまいけどね、普通にうまい。白ビールとかダークビールとか、あ、それもデュンケルとか、ね、それぞれ黒ビールもね、味が全然違う、味が強い感じがする。強いしね、だから料理をちゃんと選ぶって感じするよね。日本のビールはさ、そう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 、何の料理でもさ合うじゃん。麦のさっぱりした感じだから。でもドイツビールは白ビールだったらこの料理とか、黒ビールだったらこの料理とか、ちゃんとなんかこうセットで楽しむって感じだよね、料理とビールを。ああ、雰囲気いいよね、ここ。雰囲気めっちゃいい、うん、本当最初も言ったけど海外に来た感じがする。本当にこうドア開けたら、ね、だってもうみんな俺のメニューですってみんな海外外国人だもん。語学学校行くよりここに来て英語喋った方がね、そうで勉強になると思うよ。じゃあ酔っ払うとさ、そうみんなさ英語喋れるようになるから、でしょ、自分が思ってる以上に。そうそう、だからいいかもしれないね、うん、立ち飲み文化はさ あんまドイツでもないよね。ドイツでさ飲みに行く時そんな立って飲まないじゃん、座るじゃん。イギリスのパブは立ち飲み文化な感じするけど、なんかわかんないけどドイツは自分の友達と一緒に飲むって感じ。常連さんがみんな知り合いで、うん、いつも同じバーで飲むみたいな感じ、うんうん、イギリスはなんかこう新しい友達を作るためになんかパブに行ってるみたいな。パブ行って友達作って、ね、次の日忘れてるから。別にどうでもいい、どうでもいいみたいな。そんな感じするよね。ね、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、こういうところが、こういう海外っぽいところが名古屋にできるのがいいよね。めちゃくちゃいい。ここの TBB はめちゃめちゃおすすめします。お店の名前が TBB とか、チャオボーイズブルーイ。本当にハーノールボーイズブルーイね、はい、めちゃめちゃおすすめです。皆さんが名古屋周辺に住んでる人は一回チェックアウトしてみてください、うん、私たちはこの動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。